はい、大森さん、おはようございますというところで朝の東京でいきたいなと思います。はい、数値としてはこのような形になっております。まず何者がない勝ちたいんや、来たやろこれ判定が。はい、どうも久保田です。はい、こんにちは、カコタスです。ご視聴ありがとうございます。本日も昼の東京やっていきます。よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、ガチャ、ドイツガチャですね、来ましたね。シュナイダー、カルツ、タイガーボラン、はい、トーマチェックの方もね、出ましたけども、シュナイダーは確実にね、昨年のフェスはもちろん超えていますというところなので、まあ歴代のシュナイダーの中では一番強いということになるかと思います。はい、でカルツくんも、超フェスの、カルツくんはね、ステータス的には超えてそうですよね。はい、なので、こちらもね、まあデバフではありますけども、なかなか、強いんだろうなというところと、タイガー村に関しては、どうなんすかね。ちょっとだけ微妙な気はしますが、まあ、絆 5% であったり、ドイツバフですね、1% ですけども、まあ、こういったところ加味すると、まあ、ありなのかなと。で、あとは、中央エリアマスターとね、サイドマスターということで、まあ、中盤で使う分にはある程度、その辺がね、乗ってくる場面の方が多いのかなとは思いますので、特にまあサイドで使う分にはね、比較的安定して火力が出てくるんじゃないかなと思うんですけども、はい、まあそんなところでしたね。はい、で、目玉交換所の方で、シュナイダー、カルツ、タイガーボランドね、それぞれ技が追加されていましたというところと、あとはですね、まあこの謎の、でこれ最初なんか石崎の顔面ブロックチャレンジとかって書いてあったんで、おやっと新しいイベントがなんか来たのかなって思ったんですけども、どうやらこれはツイッターのね、なんか企画みたいな感じですかね。はい、ということで、ツイッターフォローして、でリツイートすると、これのなんかチャレンジができますというね、内容でございましたということで、やっぱりなかなかね、新しい、イベントっていうところがね、出てこない。まあ、昨日は月曜日だったんで、まあ、もともと月曜日にね、イベント系のお知らせが来ることはね、なかったんですけども、なんで、まあ、水曜日、明日のお知らせで何か出てくるかどうか、はい、ですね。で、明日に関しては、まあ、金曜日からイベントスの第2弾がね、来ますので、そちらの選手の情報、出てくるかどうかですね。はい。またいつも通りあれですかね。水曜日の段階、お知らせの段階では、キャラクターね、どれが出るのかというところが、明かされて、ディスコードの方で、ある程度潜在スキルとか、特にこういったところが出てくるのかなというところですかね。はい。結構ね、皆さんやっぱりキーパーね、バッカス、こちらを、なんかこう、なんていうのかな、期待なのかな。はい。意外と強いんじゃないかな、みたいなね。そんな感じで、はい。まあ、期待になるんでしょうね。している方は非常に多いんじゃないかなと思われますので、はい。自分もちょっとね、期待はしてるんですけども、ミューラ取ったばっかりなんで、どう、かな。ね、技のキーパーだったらなんかいてもいいのかなとかね。ただそれがまたデバフになっちゃうと、ちょっと使いにくいかな。まあ自分のデッキの中ではですけどもね、ちょっと使いにくさあるんで、どうしようかなっていうところですかね。で、ジェンティーレはやっぱ欲しいんですよね。で、ドリコレのジェンティーレが技で、デバフだったので、まあ、今回は速もしくは力で、ね、バフ盛りのキャラクターであることをね、期待してはいるんですけども、そうなると、欲しい。はい。ですね。ということで、まあ、明日のお知らせがね、ちょっと楽しみかなと思っております。はい。
で、あとは、イベントが、今、ね、カップ戦やってますけども、カップ戦が金曜日で終わりますので、その後に何が来るか、はい。先月なかったワーチャレが来るか、また他のね、イベントが来るのか、どうでしょうね。そろそろなんか新しいタイムアタックとか来てくれても、ね、面白いと思いますし、あとは何でしょうか。本当にね、ここでまた新しい、イベントがあってね、楽しいイベントが来るといいんですけども、まずね、メダル集めしたいは、今やってるね、イベントするやつが7月1日まで結構長くありますんで、メダル集めがね、被ることはもちろんないと思いますし、そうすると、どうなんでしょうか。第2回の、カップ戦。これね、2週続けてってまさかないだろうと思っているんですけどもね。第1回5周年記念杯が、だから第2回はどっかであるんだと思うんですけども、まさか2週続けてってことはさすがにないだろうなぁと思ってはいるんですけども、やりかねないですよね。はい。なのでね、ちょっと水曜日のお知らせ、まあ、ここら辺は、ちょっと警戒してます。警戒しててもしょうがないんですけども、はい、まあ、何が来るかというところですね。はい。あとは、昨日ね、ちょっと、触れましたけども、こちらですね。ありがとうプレゼントということで、夢玉50個、いたもつくん4個、5周年記念バッジ、あとはガチャチケットということで、自分はガチャチケットね、5枚もらいましたので、ちょっとまだ引いてないんですけども、まあ、持ってないキャラクターが出ればいいかなと。はい、いうところと、どうなんですかね。皆さんどうなんでしょう。結構、引けてるんですかね、いいキャラ。まあ、いずれにしてもね、昨年までに登場しているキャラクターにはなっちゃうと思うんで、ないキャラクターを、集めていくのか、わざと利用でね、持ってるキャラクターなんだけども強い必殺技を持ってるやつをね、移植用にゲットするのか、もしくは、土地素材で使うためにね、かぶせるように取るのかというところで、まあ、いろんなね、選択肢というかね、あると思いますけども、はい。ちょっとこれもね、後から引いていきたいなと思っております。はい。あとは特にはないな。はい。結構ちょっとくじ的にまた、ちょっと今週忙しくなりそうなので、昨日もちょっと忙しくってですね、まあ、日中は何もあまりできてなかったんですけども、で、今日も、ちょっとバタついてるんで、日中ログインが全然できない状態になっちゃうんですが、ちょっと明日、あれですね、ちょっとお知らせとかは時間取れればいいかなと思うんですけども、はい、ちょっと無理のないようにはやっていきたいなと思っておりますが、はい。まあ、いよいよね、周年の方も、昨日で13日で、リリース日というところで、ここからまた、ね、ガチャの方も、イベントスガチャで来週になって、日本ガチャ、ドイツガチャで超フェスって形でね、続いていきますんで、折り返しにね、そろそろなってくるのかなと思いますんで、まあガチャ以外に、やっぱりイベント系とかでね、なんかまたこう、新しい企画があったり、なんか新しい報酬があったりとかね、いうところで、まあ運営さんの方で盛り上げてほしいなというところではありますかね。はい。そんなところでしょうか。ちょっと昨日はランク間もできてなくって、あまり、他の人がやっているのも、あまりとか全然見れてなかったんで、特にね、ちょっと新しいキャラクターの使い勝手とかは全然見れてないんですけども、はい。まあ、この辺もね、おいおい、感想は述べていきたいなと思っております。はい。そんなところで、本日は以上で終了いたします。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた。